ようやくした時間まで。
アワークリスマスというタイトルのライブへようこそ。まず最初に願い、そしてサンタクロースになりたい、2曲続けて聴いていただきました。去年のクリスマスライブ以来ですので、本当に1年ぶりの R&Y でのライブ開催となります。まあこの野外音楽堂でのクリスマスのライブはどうしても開催したかったので、こうして無事に機会をいただけて大変に感謝しております。今日はクリスマスにちなんだオリジナルソングだけのライブです。最後までよろしくお付き合いください。次はサンタランドが発送してくれるサンタメールについての曲です。聴いてください。サンタメールが届いた日。サンタランドのサンタメールが、今年も子供たち宛てに無事に届いた。オンライン受付の締め切り日の夜、慌てて打ち込んだメッセージ。子供たちがサンタクロースを信じている間は送り続けてあげた。平年よりも暖かいから
てクリスマスは澄んだ一日になれ。ツリーが何のシンボルなのか分かって飾っていますか。して祈りたい。メリークリスマス to you。 サンタメールに綴った言葉読み上げ笑顔浮かべる。ここからはバラードです。リアルでは関東の南の方に住んでいるんですけども、雪が降るクリスマス、いわゆるホワイトクリスマスには縁はありません。そんなことを念頭に作った曲で、君だけのサンタクロース、それからもう一曲続けてなんですけども、音楽仲間が素敵なピアノソロを弾いてくれたバラード、それでも君だけにメリークリスマス to you、 2曲続けて聴いてください。Thank you.
you
ありがとうございました。2曲目ね、切なかったですよね、切なさついでにですね、今度は女性の立場でのバラードを聴いてください。忘れて。バラードをもう一曲、
クリスマスにちなんだ曲を作ろうとするとどうしてもクリスマスイブになりがちです。次もそんな曲です。ずいぶん昔に作った曲なんですけども多くの方に気に入っていただいているんですね。非常にありがたいことです。聴いてください。二人のクリスマス。夜の帳に舞
さてライブの後半です。あっという間ですね。クリスマスがテーマのいわゆる日本の商業音楽って実は切ない曲が多いと感じてるんですけども、いかがでしょうか。もちろん松任谷由実さんの恋人はサンタクロースのような曲もありますけれど、まあ定番と言われている山下達郎さんのクリスマスイブとか、稲垣潤一さんのクリスマスキャロルが流れる頃にはどっちも切ないですよね。次はそんな切ない、まあアップテンポの曲です。聴いてください。ロストクリスマス。降り続く雪に埋もれて消えたクリスマス、メリークリスマス。あの日吹き消したろうそくの明かり、思い出せないよ。後に訪れた闇が深すぎて引き出せないんだ、記憶の裏側。街に流れるジングルベルがこんなに悲しい、ロストクリスマス、誰のロマン。
完全に無風ことなんてできないよ。涙もぬくもりもそうの全てをロストクリスマス目覚めた後で見ていた夢思い出せないみたいだよ。ロストクリスマスなくしたものの価値を測ることなんてもうできなくて。ロストクリスマス思いがけずに忘れて結構ね、はい、切ない曲だったですよね、大丈夫です。次は明るい曲です。聴いてください。君と過ごすクリスマスイブ。
がくれたプレゼントさ、君と過ごすクリスマスイブ。ありがとうございました。次が最後の曲です。子育てをしている世代向けの曲が作りたかったんです。そこで作詞家さんと議論をしながら作ったんです。登場人物は既婚者でももちろんラブソングではありません。まあかつては友達以上、そして恋人未満、なんていうかあれか、ソウルメイトみたいな感じの2人が主人公たちと思ってください。皆さんにも素敵なクリスマスが訪れますように。聴いてください。ハッピーメリークリスマス、白い夜の偶然に。
遅くまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。良いクリスマスをお迎えください。では失礼します。良い夜を。アンコールありがとうございます。ではせっかくですのでもう少しお付き合いください。実は冬の曲の持ち歌ってクリスマス絡みが多いんです。つまりクリスマスが終わっちゃうとライブで使える曲がガクーンと減っちゃうんですね。そこでクリスマス前、クリスマス後、そして新年と意図的に時間の流れを描いて1月にも使える曲を作りました。聴いてください。 Winter's Sorrow。冬の彩りの街、心まで凍りつく、見失った愛がいつまでも責めるみたいだ。粉雪降り出す空を見上げ、寒さに肩すくめ、コートの襟立て、ぬくもりが届かない、冷え切った心、愛を誓った人は遠い、異国の空の下、浮かれている街角、冬の風物詩だね、クリスマスが過ぎれば一人でもやり直してると信じて、何かを待ち続けた、時間が解決してくれると、思い出したように、求められず移ろう気
けが迷子になる。焦っても仕方がない、立ち止まるのもいいさ、流れを変えたい。ここからはゆるい野郎変えて、スイッチを切り替える。しばらくは自己中でいようかな、らしくないけど二度と振り向かないさ。思い悩んだ日々を明日次が本当に最後の曲です。私はクリスチャンではありません。でもクリスマスという時期は争いがなくて、誰もが温かさ幸せを実感できる時であってほしいと思っています。平和を祈る気持ちを書いた歌詞に音楽仲間が素敵な曲をつけてくれました。聴いてください。 Open up our window。
ありがとうございました。遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。良いクリスマスをお迎えください。では失礼します。おやすみなさい。